じゃあ、清流の里お魚釣り行ってきます。はい。今、那須の清流の里というところに来ています。ここは犬と一緒に魚釣りが楽しめるそうですよ。山形に一緒に行っていないポポちゃんは今日初めての釣りです。さあ、どんなリアクションを取るのでしょうか。しろっ、ポポちゃん登場。ポポちゃん、ポポくん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 、なんだここはって言ってるポポちゃん。ポポちゃんお魚いっぱいいるよ。プールじゃないからね。ここは缶詰が好きだから魚はそんなに好きじゃないんだよね。魚釣りするんだよ、ポポちゃん。ほら、お、お、魚が釣れてるよ。ポポちゃん、あれ何ですか。さ、ポポちゃん、まずお魚釣りして、お魚食べてみよう。釣り竿を借ります。借りてきます。はい、200円ですね、1本。お魚釣りします。はい、レッツゴー。あ、マジだ。ポポちゃん興味津々。ポポちゃん、ポポちゃん魚釣りしますよ。あ、なんか小さいトンボだった。ポポにトンボ。すごいすごい、ポポちゃん。ポポにトンボがついた。で、こんな感じで魚がいっぱい泳いでます。ニジマスとイワナが両方いるので、どっちが釣れるか分かりません。一回釣った魚は戻せないそうなので、狙いを定められるのかな、これは。さあ、白い点々が多い方が、イワナ。本当にかな、ニジマス。忘れた。まあ、とりあえず釣れたものを食べるしかないですね。そうね。よし、では、まずバケツを借りたので、お水を汲んで、やってみたいと思います。借りたバケツに自分で水を汲んで魚釣り開始。そして餌、見えるかな、餌をちょっともらっているので、こちらを釣り竿の先の針につけます。ちょこっとでいいって言ってましたよ。何ですかそれは、ってポポちゃんが興味津々。これをつけて、いざ。なんだこりゃーって。いきます、ポポちゃん。君が食べたい、この丸々ちょっとだと君が食べたい。釣れるかな。ポポちゃんは何が何だか全くわけ分かってない感じ。エサガに取られました。あらららららら。なんだここって、いつもの散歩のとこと何が違うんだろう。バイポポちゃん。さあ、釣れるかな。あ、めっちゃ見てますよ、ポポちゃん。きた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 。釣れたー。くんくん、なにこれ。あれ、ポポちゃん意外とクールだね。意外とクールだよね。興味は津々みたいだけど。かわいい、かわいいね。ポポちゃん、かわいい。釣れました。はい、釣れました。ポポちゃん初めてのお魚。釣った魚はこうやってこの場で焼いてくれるみたいです。おいしそう。ポポちゃん食べてみますか。ポポ大丈夫、怖くないから。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。